こんにちは、ミントです。2019年、 F1 のトップ3のチームレッドブルを自らの意思で飛び出したダニエル・リカルド。彼はフェルスタッペン寄りのチーム体制、そしてホンダエンジンのリスクを回避したといいます。しかし、未だに多くのファン、関係者はこの決断に疑問符を投げかけています。しかもその移籍先はレッドブルが長年にわたりパワー、信頼性に悩まされ続けていたルノーなのです。残念ながら、周りから見ると今のリカルドの状況は決して移籍が成功したとは言えません。今回はかなり雲行きが怪しくなってきたルノーとリカルドについてのお話です。今シーズン開幕前、ルノーのエグゼクティブディレクターマルチン・ブコースキーはこう語っていました。我々はエンジン開発で進歩を遂げている。ホンダ、メルセデス、フェラーリも揃って進歩してくると確信している。我々がどの位置にいるか非常に楽観的に考えている。ルノーは現行のパワーユニットになってからずっと参戦し続けているメーカーです。つまり途中から復帰したホンダよりもかなり先行して当たり前の状況に置かれています。しかし、今ではホンダに追いつかれ、さらには追い越された可能性もあります。2016年からは自身のチームを持つようになり、ワークスチームとしても参戦しており、フェラーリ、メルセデスと同じ立ち位置にいるメーカーとなります。コンストラクターズ順位で見ると、2016年が9位、2017年が6位、そして昨年2018年はトップ3に次ぐ4位を獲得しています。エンジン供給先としてはレッドブルはホンダにスイッチしたため、2019年はマクラーレンのみとなりました。ルノーはワークスチームなので、最低でもトップ3に次ぐ4位は確保しなくてはなりません。先日もご紹介しましたが、ルノーのシリル・アビテブールはこう語っていました。レッドブルはルノーを手放したが、ホンダは2018年の位置から向上することはできなかったという結末が見えてくるだろうね。レッドブルが我々に投じた全てのことが我々が正しい方向に向かっていることを示している。これが正しければ、ルノーは今年コンストラクターズは3位以上を獲得しなくてはなりません。2019年の F1 は第3戦を終え、ホンダにスイッチしたレッドブルは52ポイントでコンストラクターズ3位、そしてルノーは大きく離され12ポイントで4位となっています。順位的には4位ですが、それ以下のチームとは僅差の4位なのです。この状況に大口を叩くシリル・アビテブールもトーンダウンし、こう嘆くようになりました。困難な状況だよ。我々がまだ信頼性問題を完全に解決していないということだからね。我々は本来の期待より少し遅い。だが、不満を言わずに取り組んでいかなくてはならない。三強により近づいていくためには、複数年にわたる仕事が必要だ。パワーは確実に増しているルノーは、今季も信頼性で、かなり深刻な問題を抱えているようです。この状況では、優勝経験者のリカルドも、何もできない可能性もありますよね。こんなはずじゃなかった。ホンダが良かった。リカルドが内心こう思い始めたら、相当やばいですよね。ルノーの特別アドバイザーのアラン・プロストはこう語ります。フェラーリやメルセデスには我々より多くの人材、リソースがある。我々はもっと工夫をする必要がある。しかし、今のルールが独創性を発揮しづらいものであることも確かだ。確かにそうかもしれませんが、今までの言動を見ていると、全てが揃っても何も変わらない可能性もゼロとは言えないかもしれません。F1 を盛り上げるために、リカルド、ヒルケンベルグを潰さないためにもぜひ頑張ってほしいですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。